こんにちは。歌うヨギーニ、ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森香織です。発声に悩んでいた時期に、ヨガに出会いまして、そのヨガと歌の相性がとても良かったものですから、たくさんの方にお伝えしたいと思ってこの動画を作っています。今はこの椅子さえあれば簡単にできる椅子ヨガをお伝えしていますので、よろしければね、気軽に行ってみてください。そして少し前の動画からこの動画の最後に健康のつぶやきを少ししています。私の情報っていうのは、本とかインターネットとか、テレビとか、あと人と話して、整体師さんなんかからもね、お聞きするんですけれども、そういった情報で気になることをこう改めて調べ直してみて、あ、なるほどって思ったものを皆さんにちょっとお伝えしようかなと思って、ちょっと前からやっています。ぜひ最後までお楽しみくださいね。それでは今日もやっていきましょう。まずは基本姿勢からですね。足を軽く開いたら、膝の間に拳2つ分でしたね。手のひら上向きで太ももの上に乗せて目を閉じます。ゆったり鼻で呼吸をしてみましょう。今日の体の様子をね、ここで観察しますよ。呼吸の深さや浅さとかね、体の左右差、いろいろ感じるところから始めてみると効果的にヨガを行うことができますので、まずはここで丁寧にご自分の体感じてみてください。呼吸は鼻呼吸です。鼻呼吸にすると内側を観察しやすくなりますね。そして緩めやすくなります。緩めたところから行っていきましょう。はい、ではゆっくり目を開いてください。次は猫のポーズですね。ここは分かりやすいように横向きでやります。はい、では猫のポーズを行っていきましょう。まず両方の座骨をもう一度感じ直してみてください。そして骨盤が立ったところから始めていきます。息を吐きながら骨盤を後ろへ倒して背中を丸めていきます。おへそ見ましょう。吸いながら骨盤を立てて、今度は背中、背骨を反らしていきます。目線斜め上、吐きながら骨盤後ろです。鼻でゆっくり呼吸していきましょう。目を閉じられる方は閉じて、吸いながら骨盤を立てて、背骨を反らして胸を開いて、吐いて骨盤後ろです。背中丸く、一呼吸ごとに背骨が柔らかくなっていきます。吸って骨盤立てて、背骨反らして、あと1回です。吐いて骨盤後ろに、背骨丸く、吸って骨盤を立てて胸を開いて、吐いてまっすぐに戻ります。はい、ではゆっくり目を開いてください。今日はここから首と肩、そして背面ですね、そのストレッチをやっていきたいと思いますね。で、この首と肩ですけれども、固まるとなんか辛くないですか？結構私ね、辛いんですけれども、でもこの首と肩が硬いとですね、こう胸郭広がりにくいですよね。全部つながってますから。で、広げるってどういうことかっていうと、肩がね、こう割と巻き肩って言いますけど、そうなってる方結構多いと思うんですよ。これを後ろにちょっと引いて下ろしてあげる位置っていうのが一番いいポジションなんですね。で、そこにない方っていうのはやっぱりちょっとこのまま固まっちゃってる可能性があるので、そこをちょっとほぐしていきたいなっていうことです。ではまず首からやっていきますね。で、首のストレッチは今言ったように肩が後ろにと言いますかね、まっすぐのところにないと効きにくい、首のストレッチが効きにくいので、この位置だけは保ってやってみてくださいね。ではこの基本姿勢のまま背骨伸ばして、一度息を吐きます。背骨に沿って呼吸してみてください。吸って、吐きながら首を前に倒します。肩は後ろのまま、首筋の後ろが伸びていきます。吸いながら頭後ろに、顎が上です。吐いてもう一度首を前に、首の後ろ伸ばしましょう。肩後ろ、吸って頭後ろ、首が上、顎が上、もう一度行きましょう。吐いて
顎を引いていきますね。吸って頭後ろ、顎が上。吐いて真ん中に戻します。はい、では左右いきますよ。吸って右に倒していきましょう。左の首筋伸ばします。吸って戻して、吐いて今度左です。肩ついてこないようにね、右肩下ろして、吸って戻して、もう一度右です。呼吸はたっぷりしてあげましょう。吸って戻して、吐いて左です。ゆっくり少しずつね、首筋が伸びていくのを感じましょう。吸って戻して、あと1回、吐いて右、左の首筋がどんどん伸びていきます。吸って戻して、吐いて左、吸って戻します。頭の重さでね、首ってこんなに伸びるんですね。では回していきましょう。頭を前に倒しますね。顎を引いて肩後ろです。ここからスタートね。息を吐いて、吸いながら頭をぐるっと右から回していきます。ゆっくりですね。吐いて左側から前へ落としていきます。首筋の伸びをね、丁寧に感じてみてください。もう一回いきますよ。吸って右から、顎で円を描きますね。吐いて左から前、肩がついてこないように気をつけて、もう一度です。吸って右から後ろに、目を閉じながらやってみてください。吐いて左から前、呼吸とともにね、頭を回しています。反対回しです。吸って左から後ろ、顎が上、胸開いて、吐いて右から前です。首筋一本一本ね、伸びるの感じて、ゆっくりですよ。吸ってもう一度左から後ろ、吐いて右から前。目を閉じるとね、すごくいろいろ感じられますね。あと1回です。吸って後ろ、吐いて右から前です。ゆっくり頭を起こして、はい、それではね、首をね、床と平行に動かしていきましょう。エジプトの壁画のようにね、首だけを動かしますよ。一度息を吐いて、吸って、つむじまで吸います。吐いたら右を見ましょう。床と顎が平行です。吸って正面に戻して、吐いて左です。顎が左の肩に近づく。吸って正面に戻して、もう一度右を見ましょう。背骨中心にね、首だけ動いてる感じ。吸って正面に戻して、吐いて左、吸って正面に戻して、最後あと1回です。吐いて右、吸って正面、吐いて左、吸って正面に戻して、一旦目を閉じたまま体を感じてみましょう。はい、ゆっくり目を開いてください。それではね、肩のストレッチいってみましょう。肩はね、凝りやすいですね。で、このさっき言ったこの巻き肩をね、ちょっと広げていきたいので、後ろで手を組みます。でね、分かりやすいように横向きでやってみますね。はい、ではね、後ろで手を組んだら斜め下に引っ張ってみてください。この肩を後ろ
の下に引っ張って開いてあげる感じです。ちょっとここで呼吸しましょうか。一度息を吐いて、で吐いた時にね、ちょっとお腹に少し力入れておいてください。腰痛めないように。吸いながら斜め下に引っ張って吐いて緩めます。ちょっとこれ繰り返しますよ。目を閉じて、お腹少し力入れたまま吸って斜め下です。肩が開きます。吐いて、ではね、これで前屈をしていきます。腕を頭の向こう側に落としていくという感じ、はい、では吸って胸開いたまま吐きながら前に倒れて、腕が上がるところまで上げてみましょう。ここで呼吸します。吸って肩甲骨寄せて、吐いて少し前に落とす。頭も力を入れない、リラックス。吸って肩甲骨寄せて、吐いてリラックス。吸って肩甲骨寄せて、吐いてリラックス。肩の下の部分がね、リラックスできるといいなと思います。あと1回、吸って肩甲骨寄せて、吐いて頭の上に落としていきます。吸いながらゆっくり起き上がりましょう。吐いて手をほどいて、太ももの上で両手上向きで目を閉じたまま体感じます。はい、ではゆっくり目を開いてください。ではこの組んだ手を使って首を伸ばすというのをやっていきますね。では斜め下にもう一度引っ張りましょう。胸開いたら吐きながら組んだ手をそのまま右に持ってきます。ここで一旦リラックスしましょう。息を吐きますね。肩の力抜いて、吸って吐きながら右へ首を倒します。ここで目を閉じて呼吸しましょう。吸って吐いて、さらに右へ首が倒れていくと左首筋伸びます。吸って吐いて、というふうにご自分のペースで呼吸しながら首筋の伸びを感じましょう。左肩がね、引っ張られていますから、その分首の伸びがね、より感じられます。一呼吸ごとに固まった部分が少しずつ伸びるのを感じましょう。はい、では吸いながらゆっくり頭を起こして、腕を後ろに下ろします。では反対側行きますね。では組んだ手をもう一度斜め下に引っ張って、肩の前面開きましょう。お腹ちょっと力入れといてね、腰反らないように。吐きながら今度左へ組んだ手を持ってきて、肩リラックス。息を吸って、頭を左へ、右の首筋が伸びていきますね。目を閉じて、ご自分のペースでいいです。呼吸してみましょう。吸って吐くときに、さらに肩が下へ、首が左へ倒れていく。呼吸とともに右の首筋が少しずつ伸びていくのを感じましょう。はい、ではゆっくり頭を起こして、手をほどいて、太ももの上で手のひら上向きで目を閉じたまま体感じましょう。
はい、ではゆっくり目を開いてください。どうでしたか、ね、普段凝り固まった肩や首が少し楽になったんじゃないかなと思います。今後またここから先に進んでいきますけれども、今日はね、動きとしては簡単だったんですが、とても大事なところをやりました。ぜひこれは日常の中に組み込んでね、首や肩をほぐしてみてください。それでは今日の健康のつぶやき、今日はね、血流、血液の流れですね、これについて少し、つぶやいてみたいと思います。血流が良くなると元気になるよとか、血流良くしようねってよく言うじゃないですか。で、それがどういうことかっていうことをね、しっかり分かってなかったなと思ってね、ちょっと改めて本を読んだりしてまとめてみたんです、私の中で。そしたら、あ、なるほどな、だから血流って大事なんだなって思ったので、それを今日は語ってみますね。血流、血液の働きって皆さんね、ご存知かもしれませんが、血液が運んでいるもの、栄養ですよね。で、ホルモンも運んでいるそうですね。そして酸素、酸素も血液が運んでいて、で、体温ね、体温、体の温度ですね、これも運んでいるっていうふうに書いてあって、あ、そうかって、具体的にそういうことなんだなと思ったんですけれども、そして心臓から送り出された血液が全身ね、血管通ってますよね。で、そこに流れ込んでいくわけですね。で、その時助けになるのが、もう一つ、心臓のポンプだけではなくて筋肉のポンプもとても大事だと。で、筋肉のポンプがしっかり働かないと、やっぱり体の隅々まで血液が行き渡らなくて、まあ、栄養が足りなかったり、その冷えにつながったりね、あとホルモンバランスもそうですけれども、そういうことにつながったりするっていうことが書いてあって、あ、やっぱり筋肉って大事なんだなって思ったんですよ。よくね、ほら、マッチョの方ってすっごい元気じゃないですか。あれね、やっぱりそういう筋肉って関係あるんだろうなと思ってたんですけど、一つはそういうことだったのかって思いました。血液をしっかりやっぱり流せてるのかなっていうことをね、感じました。あとね、血液流すだけではなくて戻ってきますよね。その戻ってくる時に、体中のその老廃物、二酸化炭素とか老廃物とか毒素を回収してきて、それを外に出すっていうこともしてくれてるそうなので、この血流が良くなるっていうことはそういうことなんですよね。必要なものを流して、いらないものを出すって、もう本当に当たり前のことですけれども、そんな風にね、血管の役割なんかを分かってあげると愛おしくなりますね。このなんか私ね、血管とかちょっと出ちゃってるんですけど、嫌だなと思ってましたが、あ、そんなに頑張ってくれてるのね、私の血管なんてね、思って、もうこれからも血流を良くするためにいろいろちゃんと考えてね、まあ、食事もですね、運動も、そして呼吸もですね、そういったことをやっていこうかなと思います。はい、今日のつぶやきは血液と血流についてでした。これからもいろいろなことをね、発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もしてみてくださいね。チャンネル登録をしていただくと、動画を上げた瞬間に皆さんのところにご連絡が行きますので、より早く見ていただくことができます。はい、それではこれからも皆さんで一緒に声美人を目指していきましょう。またお会いしましょう。